ね、まあ、あのね、皆さん、あの翔さんの美味しいところを、ね、食べながら、私もあの来た早々もうがっついて、ね、もうもうなのかもう、あの本当にもうね、いつもこちらお邪魔するのはね、あのまず料理がっつりね、でもあの毎回そのやっぱりね、あの今日も誰かと話してたんですけど、要はあのね、こういう歌人前で歌うって非常に緊張するわけで、この胸がこういっぱいになるわけでございますね。でいつも食べられないんですけど、今日はあのもうそうさっきね、あのもう誰も来てないうちにもうね、がついとけということでね、いただきました。ということで、埼玉から参りました長本剛と申します。では、まあ、長渕剛さん名乗ってやっておりますが、長渕剛さんの歌しか歌えません。なので知らない曲が、ね、たくさん出てくる人もございませんが、その辺はご勘弁いただいて、ね、あの知ってる曲がございましたら、ね、手拍子、足拍子、ヤジ、石渡りにしていただきたいとは思いますが、そんな形でね、紹介おひでですね、おひでに大関係でございますね、ということで、では1曲目本物に曲をいただきたいと思いますので、もしよろしければね、ご視聴いただければと思います。あっちゃん、今後やね、今後今頃になって
ということでね、本当に、この美女がどーっとこの人のね、美女に囲まれまして、本当にこれ、上がらない人いないと思うんですけどね、ということで、まあ、ここに一番のこの美女がいらっしゃるんで、もう、こうかぶりつけてみられるとですね、もう、歌詞もコードも全部飛んでしまうというね、感じがありますけどもね。キムさん、キムさん、もしよろしければ、もう少しボーカルをいただけると、返しはないんだないから、まあ、こっちの方の、ね、返しはどっかあるの？真後ろ、ちっちゃいの。なるほどね、これだと、足元を。すいません。徳島と言って思い出すものはみたいなね、ネタが出てたの。なんでこれ、なんかそう、冷やせてんのかなみたいな感じでね、思わず、徳島といえば、あわって長くなっちゃうし、それ言うたら、ちょっと、飲みが足んない、飲みが足んない。ね、徳島といえば、あの、あわのりと、ピッシュマッツっていうね、ことで、つぶやきました。よかった。これね、誰も
知らないってなるとね、この長渕さん何も知らないってなるとね、非常にこの、あの私の存在意義がなくなるわけでございますので、ね、ただ一人で PC 持ってなったら詳しい話しないの今日らしいよね。ねえ、ね、そんな話しても長渕中さん好きなのじゃなくて、長渕さんからそう言ってなかったの、引き寄せ引き寄せ、なるほど、幸せです。あ、こちらこそありがとうございます。本当に松山、松山でございます。でも私あれですよ、その松山ね、中学校3年間松山に行ったんですよ、東北中学。お、後輩なでもかなりかなり年下なんじゃないかっていう思いますけど、まあ後輩ですね。あ、東北中ですか。あ、よしよしよし。後輩なんだっけ、ゲームホースで、石口のなんとかな、この時のトップやからな、結構忘れてるだってさ、もう何十年経ってると思う俺。まあいいや、そういうことで、ゆうじ嫌になっちまった、腹が立っちまった、わけもなく家を出たんだ、この終電はか、友人に声をかけ、待ち合わせた16の夜、ガソリンスタンドの自動販売機で缶ビールを開け、二人空を眺めて、工場はこの空き地へ続く道で、タバコも見消し、全てに唾を吐いた。友人、あの時の空を忘れちゃいないかい、頭で。
弦が切れちまいました、ということで、申し訳ございませんが、キムさんの素晴らしいギブソンのギターをお借りして恐れ多いことでございますけども、キムさんの、なんか今日焦ってる、すごい焦ってるし、なんかこれおかしいでしょ、なんかおかしいよね、恋の予感長本さんが来てね、切れた結局忘れてた。ああ、なるほど。大丈夫かな。これ、チューニングは多分さっき言ってたもんね。チューニングなんとかですけど、この間名曲チューニング、メイクチューニングですね。メイクチューニングですか。じゃあ、高級なやつやってあげようか。おう、やってあれ高級なチューニングでは、ちょっと上げてもらえますでしょうか。ショックハウス。つまんないね、これね。これね、ハーモニクスというチューニングですけど、これ音が同じ。そのメイクチューニングって何なの？チューニングしてる間の待ってらっしゃるの。では素顔ね、撮っていきたいと思います。なんか少々お間違いって抜きますよ。何を抜くの？なんか今なんか通った。ちょっとギターもらっていいですか？あ、お願いします。すみません。これ。シロさんです。それで、事務所乗っかる方がいいのか、それとも否定する方がいいのか、微妙でしょ、それで。でも男好きっていうんで、面白くないじゃん、聞かれる感じかなと思う。どうでしょう、乗っかった方がいい。すみません、今日ちょっとロングラムなんで。さっきね、意外論勢言ってね、意外たらね、僕ら忘れてるよね。そんなことは同性婚になるのか。Thank you.
リクエストにお答えいたしまして。
言うから、それを聞いてこう、すぐ。あるかも、今日。ごめんな、最近、久しぶり。はい。Bye.
ないじゃん。うわうわ。パワーアップしていかないとですね、顔を負けないようにね、分からないといけないっていう今日本番でございますね。ちょっとでも不意打ち食らったような感じですね。岡田剛。持ってきたいものをしっかりしたら考えてる。違うの。でもいいんです、あの皆さんが。じゃあ、後で返します。その場で考えるわけですね。で、一番嬉しいのはやはりね、そうやってリクエストいただけるのは、もう何も考えなくていいっていう。Okay.
ちょっと待って。
Thank you.
強しと。
しくアトロにお答えいたしまして、おいらの一番で大合唱いきますよ。アホランドタトゥー、ワン、ツー、スリ